日のゲスト、明智五郎さんです。なんだかすみません、こんなに集まってくれてるのに歌手の方とかマスコットとかの方が皆さん嬉しかったですよね。本日明智さんには巷を賑わせている怪盗団、その捜査過程の実体験などをお聞かせ願えればと思います。尋問される側には慣れてなくて、お手柔らかに。あいつどこまで知ってんの？怪盗団を悪と言ったかと思えば、でも殺人はしてないと。真犯人の目星がついてるのか、それとも怪盗団の正体に気づいてるのか。そこんとこうまく聞き出してくれよ、頼む、マコト。正直言ってどのくらい進んでいます？怪盗団の捜査、差し支えない範囲で。いきなり確信ついてきますね。差し支えない範囲。つかめていませんし、犯行の手口も未だ判然としません。なるほど、国家権力をもってしても逮捕は困難を極める、そういうことですね。あまり大きな声では言えませんが、まあそんな感じです。明智さんは怪盗団と殺人との関連を否定する。怪盗団の不正義を訴えてきたあなたがなぜ。殺人をしていないと言い切れる根拠は。尋問慣れてません、まるで女検事さんだ。怪盗団を悪だと訴えていたあなたが怪盗団の無実を主張する理由を。まこちゃん畳みかけるね。質問攻め。これまで怪盗団に改心された面々は奥村も含めいずれも劣らぬ悪党です。なら、なぜ奥村だけが殺されなければならなかったのか。なぜなんです？その理由、少なくとも僕には見つけられなかった。だからこそこの件は怪盗団とは別だと考えるべきだと思うんです。それにもしもの話です。怪盗団が僕の知る彼らなら殺しをするなんて思えない。今の発言、警察はすでに正体を掴んでいると。いえ、警察もまだそこまでは。でも僕は目星ついています。怪盗団の正体。はったりだっての。声でかいって。嘘だよね。でも本当だったら。聞かないんですか、怪盗団の正体はって。本当にいいんですか、いろいろと差し障るのでは。あくまで試験ですし、ここで発表するくらい構いませんよ。でもひょっとした今日皆さんは
マスコミや警察より先に真実を聞くことになるかもしれない。真実？あいつ何言う気だ。すごい自信ですね。そこまでおっしゃるなら分かりました。ではお聞きします、明智さんが思う怪盗団の正体とは？バカか。いや、どうせ証拠なんてないはずだ。怪盗団の正体、それは皆さんもよくご存知の人たちだ。僕のだ。すみません、関わっている立場上携帯切れなくて。ちょっと10分ほどいいですか？それでは恐れ入りますが一旦休憩といたします。10分後に再開いたします。マナー悪いぞ明智とかネットで叩かないでくださいね。どこか借りられます？体育教官室なら。君も来てほしい。話しておきたいことがある。昨日のお友達来てるんだろ？彼らも呼んでほしい。いいかな？仕組んだの？10分しかないよ。話って何？嘘。でっち上げだろうが！なんなら動画もある。ねえ、白を切るのはやめようよ。君たちもあっちの世界に行けるんだろ？わかってるんだ。向こうへ行くと格好が変わるのも知ってる。あの不思議な力のせいなんだよね。僕があの世界を知ったのは1ヶ月前。いつの間にかこんなものがダウンロードされていたんだ。おい、これナビ。アプリが起動したと思ったらいきなり周囲の景色が変わって、僕自身正直まだ信じられないよ。でもこの写真を見る限り君たちは随分慣れているみたいだ。黙って聞いてりゃ妄想で喋ってんじゃん。君たちは異世界で怪盗行為をやってる。同じ力を持っているからこそ僕は確信を持って言える。認めてくれるね？実を言うとね、マダラメのあたりから君たちのことは気になっていた。でもまさかこんなことになるなんて。私たち殺してません。僕もそう思ってる。確証があるの？それは僕が別の真犯人を見たからだ。マジか。誰よそれ。顔はわからない。仮面をかぶっていたからね。実はこの写真を撮った時僕もあの世界に入ったんだ。そこで君たち以外の
動いているやつを見た。そいつは僕を見つけるなりいきなり撃ってきた。そいつが奥村社長？おそらく。少なくとも僕は殺されかけた。こんなところで死ねない。真実を突き止めなきゃ。そう強く思った時、あの力が覚醒した。そこは、こいつもペルソナを？この猫、確かに喋ったよな。モルガナ、私たちに異世界のことを教えてくれた仲間。本当？信じられない。いや、でも事実、君たちは僕の知らないことも知っている。ねえモルガナ君、海神の手引きも君がしたのか？僕もあの世界を体験して、でもその謎だけはまだ解けていない。異世界、我が輩たちはパレスって呼んでるが、そこで欲望のコア、お宝を取る。それで取られたやつは改心するって寸法だ。そんな手口、確かにわかるはずない。スカ、さっき話したやつ、そいつのせいでこんな目に遭ってんのかよ。方法は知らないけど、君たちがしているのはあくまで改心だ。殺人犯は他にいるけど、警察は怪盗団を犯人だと決めつけて、このまま逮捕する気だ。そんな、私がお父様を殺したなんて。そんな間違いを見逃すわけにはいかない。だから僕と取引してほしい。僕なら君たちの状況を救えるかもしれない。取引？真実への捜査に協力してほしい。断ったら？警察に話すしかないと思ってる。さっきの動画と一緒にね。脅しじゃねえか！何とでも言ってくれて構わない。これが僕なりに正しいと信じる方法。人の命を奪うことをためらわない悪党、そんなの僕の正義にかけて許せない。正義？君たち怪盗団の捜査を指揮するのはサエさんだってことは聞いてるね。上の連中は事件の収束しか頭にない。精神暴走事件の犯人を捕まえて、この騒ぎを沈静化させたいと考えている。そんな連中がプレッシャーをかけるんだ。サエさんは相当焦っているはずだ。俺たちがやった証拠は？どうやって証明する気だ？司法の客観的解明がなくとも、因果関係が認定されたらそれまでだ。彼女は正常な判断ができていない。追い詰められたら、そうだな、自白をでっち上げるかもしれない。でっち上げ？全部俺らのせいにすんのか？それもてめえらの勝手で。私たち人なんて殺してない。なのに捕まるの？捕まれば有罪、しかもかなり重い罪になるだろう。
けんな。何一つ納得できねえ。残念だけど僕一人じゃもうこの流れは止められない。だから協力。そう、代わりに君たちのことは見逃す。それが条件だ。もっともこれっきり怪盗からは足を洗ってもらう。どうする、明智との取引。そうか、悪い取引じゃないと思うんだけど。まあ今ここで決めなくてもいい。君のことだ、きっといい返事をもらえると信じている。よし、話せてよかった。久しぶりに有意義な時間を過ごせたよ。君の答え楽しみに待ってる。今日はわざわざ来た甲斐があったよ。いろいろとね。そろそろ戻らないと。ってことでごめん、講演会はお開きでいい？もともと僕を呼んだのも情報が欲しかったからだろ。僕の方も要件は終わったから。適当に処理しとく。クソが！完全に向こうのペースじゃねえか。行くぞ。急にすみませんでした。急ぎの仕事が入っちゃって。それで申し訳ないんですけど、今日はこの辺で終わりに。講演会を予定していた時間には代わりに落語研究会による怪盗団の捜査、詳しいことは言えないですけど、でもまた近々大きな動きがあると思うんで、ぜひ今後も注目してください。本日のゲスト、明智五郎さんでした。本当にあれでよかったの？誠の提案、逆手に取られちゃったね。ああ、情報を引き出すつもりが、まさかこんなことになるとはな。どうする、受けるのか。証拠を握られてるんでしょ。選択肢ないじゃん。くそ、どうしたらいいんだよ。落ち着け龍二。落ち着けるわけねえだろ。どうすんだよ。こうなった以上頭を冷やして考えるしかないだろう。向こうから連絡が来るまでにこちらの態度を決めないとな。じっくり考えるか。今年の春にも同様の事件が相次ぎましたが、その後一旦は沈静化。ここに来て再び事件が多発しています。なお今回の事件では精神暴走を起こした容疑者のもとに怪盗団から予告状が届いていたとの情報も入ってきており。なんで二晩のところにこんなもんが。
今回の事件、予告状が届いたのであれば怪盗団の犯行と考えて間違っ、そうなると春に起きた連続事件も怪盗団の犯行ということに。やっぱりあいつ、なんてこった。まもなく体育館で高野祭を始めます。皆さんぜひご…待てよ。
坂本ってさ意外とチキンなんだね。マジ殺すぞ。あん時お前が何か言ってくれなかったら俺ちょっとヤバかったかも。ありがとな。緊張ってお前坂本だろ。俺帰る。あ、そうだ、礼ってわけじゃないけどこれやる。こっちは明智のことで面倒だって時によ。羨ましいぜ。じゃあな。待ってってん。最近何かとマスコミがうるさくてね。怪盗団対策未だならず、警察の低たらく、安全神話の崩壊、好き勝手言ってくれるよ。で、捜査の進展は？何か手がかりは？確信に至るものはまだ。どうなってるんだね。賞賛があるんじゃなかったのかね。失敗は許されないとも言ったはずだ。困ったね。このままじゃ君、出世どころかここにいられなくなるよ。そんな。期待していたつもりだが、やはり年若い君にこの任は重すぎたか。人選も含め作戦を練り直す必要があるのかもしれないな。最後までやらせてください。この事件は私がずっと追っていたのは知っている。警察が人も割いていなかった当時からな。逮捕にこぎつければ署内で君が尋問できるよ。特別に話もつけてある。それが望みだろう。国のトップが変わろうとしている。この件を持ち越すわけにはいかないのだよ。言っておくが、失敗は許されないからな。結果を出してくれ。わかりました。少しくらい大胆な手に出てもいい。必ずいい結果をな。ああ、そうだ、不測の事態が起きたらすぐ私に連絡を。部長に。失敗は許されないと言っただろう。いい、手はず通りです。ただいま。掃除ろ。掃除してたらよ、出てきたんだ。
予告状だろこれ。ネットに出てるもんな。勝手に部屋に入ったな。そんなの後でいくらでも謝ってやるよ。なあ、なんだこそれは。うろたえるような代物か。やっぱりただのごっこじゃねえわけか。なんで黙ってんだよ。なぜ取っといたんだ。だって説明しろ。説明。話せないようなことなのか。説明。おい、このままじゃ双葉が。説明な。担当直入に聞くぞ。こいつは、お前はその改心させられたのか。どうなんだ。お母さん死んで、ずっと出口なかった。心の迷宮閉じこもってた。いつか出なきゃって思って。でも双葉、そこ座れ。話だけは聞いてやる。怪盗は助けてくれた。ダメな心盗んでくれた。お母さんの研究と一緒。マジかよ。認知を変える若葉の研究、まさかとは思ってたけどよ。医者でもサジ投げたってのに、いきなり海行くとか来たもんだ。はじめは子供同士にはかなわねえなとか能天気に考えてたがな。店のテレビで日がなワイドショーを見ててふとよぎったんだよ。双葉のことは怪盗団とかって話と似てねえかってな。すごい。これでもお前の保護者だ。こんなでかい変化見逃すかよ。総次郎。でもまさか怪盗団の改心と若葉の研究内容が一緒だなんてな。俺な、昔は役人だったんだ。国と若葉がいた研究所の橋渡しみてえな仕事だ。知り合ったのもそん時だ。あいつがな、酒の席で妙なことを言ったんだ。近いうちに妙な死に方するかもってさ。そんなの冗談だって思うだろ。俺適当に流しちまってな。だが言葉の通りになった。お前に何かあったら俺はあいつに顔向けできねえ。お前に聞きたいことがある。お前の態度を見る限りこの予告状を知ってるな。当然双葉が怪盗団に改心させられたことも知っていたはずだ。お前ひょっとして怪盗団ってのと最初の改心事件、お前の学校の先生だっただろ。うちにあの絵を持ってきたのも例の改心させられた美術家の弟子だよな。そこに来て二事件の近くに必ずお前がいる。どうなんだ。
世間じゃ犯罪者って言われてる連中だ。なんでそんなヤバい奴らと双葉を引き合わせた。違うよ、私が頼んだ。だから助けてくれた。私の心盗む。頼む、盗んだ。まさかこいつがお前を改心させた張本人っていう気か。つまり怪盗とつながってんじゃなくて。冗談もいい加減にしろよ。まさかお前、本当にお前が怪盗なのか。総次郎。つまり俺は怪盗とやらを半年もかくまってたのか。しかも双葉まで。どうなってんだよ。私、お母さんを殺した犯人。殺したって。殺されたんだよ。私、思い出したの。やめろ。なんで信じないの。宗次郎も他の人たちと同じ。知ってたんでしょ、お母さんの死に方普通じゃないって。気づいてたんでしょ、お母さんの研究誰かに盗まれたって。宗次郎、あいつが死んだ時確かに変だと思って、妙に気なくせえってな。けど俺に何ができるよ。逃げるぐらいしかなかったんだよ。その果てがここでの隠居暮らしだ。お前を引き取ったのも要は自分勝手な罪滅ぼしなんだよ。お前が余計な苦労を背負い込んだのはほとんど俺のせいみたいなもんだ。別に宗次郎は悪くない。偉そうに説教を垂れて子供相手に怒鳴ってよ。姉妹に慰められてちゃ世話ねえぜ。笑えるだろ。ていうか悪いのは殺したやつに決まってるじゃん。そうか、安心しろ。お前らがもし本物の怪盗でも突き出したり追い出したりする気はねえ。第一、そんな話誰が信じる。お前らが怪盗だなんて説明できるわけない。現行犯でもない限り無理だ。ただ一つだけ言わせろ、勝てない喧嘩からすぐに手を引け。わからないのか。万が一若葉をやったのと同じ連中を怒らしてんだとしたら、子供がどうこうできる相手じゃない。聞き分けろ。いいな。もうこの話は終わりだ。飯にするぞ。大声出したから腹減ってしょうがねえよ。問答無用で通報される最悪の展開だけは避けられたな。けど今あったことはさすがに疲れた。
さてと。以上、新党結成がささやかれる獅童正義議員の街頭演説の模様をお伝えしました。続いて奥村氏の死亡事件など数々の容疑がかけられている怪盗団の続報です。警察は怪盗団を警察庁指定秘密怪盗団に関する有力な情報提供者に対して報奨金を支払うこと。見ろ、情報提供者に対する報奨金は3000、金額の大きさからも異例の事態であることがうかがえます。報奨金は警察と被害者の会によって賄われ、お前を通報して逮捕できたら3000万もらえるんだとよ。状況分かってんだろうな。今まで興味すら持たなかった人間まで怪盗団探しに目を光らせんだぞ。毎日、それこそ学校の中でもだ。なんでこんなことにな。俺のことはいいんだよ。まあ、なんだ、気づいてやれなくて悪かった。こうなったらもう俺の責任だ。もう俺にできることはお前をかくまうことぐらいだ。絶対にやけを起こすんじゃねえぞ。お前を売るような真似はしねえ。ここにいる限りは安心。ご主人にはすまないことをしたな。我が輩も責任を感じている。見ましたか、あの懸賞金。少しプレッシャーをかけすぎました。これで大衆皆が回答。あ、それで終焉です。指名手配だってよ。しかも3000万の賞金首ってか、漫画かよ。実感なくて笑えてくんぜ。ついに本物の犯罪者扱いだね。今ならわかる。前にもしかしたらって考えたこと、全部本当に仕組まれてたのよ。奥村社長が1位になったことも、その前のブームも、メジエ全部怪盗団を有名にするためのお膳立て。その上で社長を狙わせて。ああ、多分敵は花から有名になった怪盗団に罪をなすりつけるつもりだったんだ。じゃあ私たちがやってきたことって何？悪人だと思って改心させてきたやつも本当は違うの？
いえ、金城やマダラメは私やユウスケのことで行き当たりばったりの部分が大きい。鴨志田の時もそうでしょ。ランキングの件から言っても恋に狙わされたのは前回だけのはず。せこい手使いやがって。せこい？そんなもんじゃないわ。偽メジエドや回答サイトの改ざん、相手は一連のブームまで作り上げた可能性がある。そこまでの労力と時間をかけてきた相手の狙い、多分奥、これまでの、そしてこれからの廃人化事件の罪、全部怪盗団にかぶせるつもりじゃ。だから俺は言ったんだ、迂闊に飛び込むなと。なんだよ俺のせいか。最後はてめえも同意しただろ。それにあんたけは春のこともあった、放っておけってか。ごめんなさい、私がお父様を犯罪者と決めつけたから。婚約者のことで頭がいっぱいで、私がもっと冷静に対応していれば。春のせいじゃない。私も校長が死んだ時ちゃんと言えば。くそ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 。リュウジ、物に当たったってどうにもなんないよ。なあ、教えてくれよ、なんで負けちまった。俺たちは我が輩たちらしくなかったのさ。そうだな、俺たちはあの時世間の声を拝んでいた。そうだね、本当そう。私、自分らを見せつけることばっかになってた。バカみたい。そんな大人が嫌で怪盗を始めたのに。名声や居場所に固執して目を曇らせていたなんて。怪盗団なのに本末転倒もいいところね。自分に腹が立つ。まこと、分かって、はめられたことも、自分がとんでもなくバカだったことも。でも悔しいんだよ。なんとかしてに決まってんだろ。ああ、このままじゃまずい。でも相手が誰なのか、個人なのか集団なのか、それすら情報なしだ。しかもそこまでやる相手なら有力者か、かなりの後ろ盾を持っているな。私らで叶うの？もうやめとく。だってみんな今よりねえ、どうしたらいい？ああ、ここで尻尾巻いて逃げ出したら余計に重いツボだろうがよ。それこそてめえ可愛さで美学を捨てるっつう繰り返しだろうがよ。そうか、全言撤回だ。やっぱ終われない、終われねえ。どうしたいかは決まったな、あとはどうするかだな。そうね、
よ。ああ、与党の議員なんですよね。与党分裂、新党結成って噂もあるし、こりゃ年末ぐらいに選挙になるかもな。俺今回は選挙に行きますよ。この人に投票します。お前今まで選挙行ってねえの？社会人として。そう、俺今まで政治に興味なかったけど、この議員なんかすげえじゃないですか。熱意があってちゃんと未来を考えてて、こういう人が総理になるべきっす。俺絶対この人に投票します。まあ他の政治家じゃ頼りないし、そうなるよな。捜査に協力しろって私たちに何をさせるつもり？そうだね、まずはコーヒーもらえるかな。
余裕ぶっこいてんじゃねえ。手短にお願い。指名手配に加え懸賞金までとはかなり切羽詰まっているみたいだね。サエさんの方だよ。君たちの方も焦ってるだろうけど、ここまでやるなんて相当追い詰められてるんだろうね。指名手配で注目を集め、懸賞金を餌に証言を集める、悪くない手だ。警察は私たちのことを掴んでいない。逮捕できるわけがない。そうだね。君たちの正体にまで気づいているのは僕だけだ。だが証言者を捏造して犯人をでっち上げる準備は着々と進んでいる。ノーガキはいい、本題を言え。単刀直入に言おう。サエさんを改心させようと思ってる。彼女にパレスがあることは調べがついてる。え、そうなの？捜査機関の暴走を阻止するためか。その通り。だからって改心させなくても。たかが一人の捏造でそんなことができるとは考えにくい。それがそうでもないんだ。周りの人間が捏造を黙認するとしたら、警察がそんなことするってのか？信用されてるんだな。向こうは事態の収束が最優先だ。もはや犯人はどうでもいいらしい。そう、腐ってやがる。僕の目的は真犯人を探すこと。それは君たちも同じはずだ。だが今の状況は非常にまずい。真犯人どころか、最悪の場合無関係の人間が犯人にされてしまうか。唯一の解決法は紗英さんの目を覚まさせること。正気の彼女ならこの状況を止められる。彼女の正義が許さないはずだ。真実が闇に葬られ、無実の人の人生が狂わされる。そんなのがまかり通るのは許せない。僕の正義が許さない。その気持ちはまあわかるけどよ。それに紗英さんを改心させることは彼女を守るためでもある。どういうこと？怪盗団捜査の責任者が紗英さんであると廃人化の犯人が知ったらどうなる？命が狙われる可能性が高い。怪盗団に罪を着せる格好のターゲットでもあるしね。
灯台、僕の話乗ってくれるかな。正義にこだわるのに、正義のためなら手を汚すというのか。真相を突き止めるためには仕方ない。それに、サエさんを改心させるメリットはもう一つある。手を出すなという警告になる。捜査関係者に改心が起きても公にはできない。すれば自分たちの不正まで表に出てしまうからね。あとは僕が真犯人を突き止めるだけだ。どういうこと？真犯人が逮捕されたら解散宣言を出せって言うんでしょ。さすが。どうだい、お互い悪くない話だろ。まこと、どうなんだ。よくできた計画だわ。ご丁寧に私たちを終わりにさせるところまで入ってる。お褒めいただけて光栄だよ。なぜそこまでするの？明智君にとって正義って何なの？最低な大人。そうだね、そいつへの反骨心が僕の正義の源だ。社会のためとか理想のためとか、そんな大層な理由じゃない。極めて個人的で、ただのくだらない恨みだ。お前なんか私たちと似てない？最低な大人のせいでムカつかされたこととかね。似た者同士か。だから僕は君たちにこんなこと頼もうと思えたのかな。サエさんを改心させるって作戦、協力してくれるかな。ありがとう。内心ヒヤヒヤしてたんだ。君たちが協力してくれないとこの作戦成立しないからね。怪盗団は消滅、全てが丸く収まるか。うまくいくといいんだが。まこちゃん。私は平気。それにみんなには黙ってたけど、私が怪盗団に入ったのはね、お姉ちゃんを改心させたかったから。現実にならないことを願ってたけど、バレスがあるのもだいぶ前から知ってた。なんで言ってくれなかったの？こんな自分勝手な理由。ただそれ以上のことは怖くて調べてないけどね。
じゃあ下調べも兼ねて今から行ってみないか。いろいろ初めてだから慣れておきたいしね。ごめん、今日はちょっと用事が。そうか、残念だな。このことをお姉さんに。もちろん話さないわ。珍しく歯切れが悪いな。どうかしたのか。ちょっと今日は。じゃあ明日から始めるってことで今日はお開きにしようか。みんなごめんね。まこと、なんか変じゃなかったか。まあ仕方ないか。とにかく明日からか。うまくいくといいな。私にパレスが。しかも明智五郎って。じゃあ怪盗団は彼の手引きで私を狙ったの。しかも奥村の時点ではもう異世界を体験していた。まさか。だって彼そんなの一言も。そういえば彼、あの頃から急に態度が変わったわ。明智君は一番大事な話をだんまり。同居する妹は怪盗かもしれない。もし本当なら陣頭指揮が聞いて呆れるわ。私一人蚊帳の外じゃない。身に覚えのない廃人化の連発で君は別の悪党の存在を。かそしてもし全ての罪を負ったまま自分が捕まれば悪党は完全に野放しになる。だから私を狙ったと。自分の保身のためじゃなく。一応理にはかなってるわね。ただ捕まりたくないだけなら私を改心させるなんて保証にならない。改心が起きた後も怪盗行為は敵視され続けるかもしれ。まさか悪党が実在して、しかも怪盗団をはめようとし、次に狙われるのはこの私。それひょっとして誠の意見。考えすぎかしら。ちょっと気をしっかり持ちなさい。もうボロボロみたいね。でも負け犬の顔にも見えない。どうしてかしら。呆れた。君、逮捕された時現場の男からお前は売られたと言われた。普通に聞けば裏切り者の存在を示唆する言葉。もしこれまでの話が本当なら一つ推論が成り立つわ。悔しいけれど、ある時点から、いえ多分最初から私は大飾り、後で責任を取らせるためだけの存在。君の逮捕には誰かの意図があって、直接関わる最小限のものにだけ生き。もしそうなら本当の正義はむしろ。よし。いえ、結論を急ぎすぎね。まだ君を信じたわけじゃない。だからこそ確かめたいことがあるのよ。私は改心されたの。私のパレスに入ってから逮捕までに何があったのか聞かせてもらうわ。
頼みってなんだ、夜分だぞ。パレスに行くことになったからな。新島のことを調べてほしい。仕事ぶりとか交友関係とか公私構わないでやってくれ。パレスで足止め食らってもすぐに対策立てられるようにな。もっと調べられるよ。下着のレパートリーとか。女の子がそういうこと言うもんじゃないぜ。お前も言ってやってくれ。喜んでくれると思った、うん、あとこれは考えすぎかもしれんが、我が輩の声。いつもと同じ。最後まで聞けって。ちょっと調べてほしいんだ。ここが裁判所か。見るからに胸クソ悪い建物だな。さっさと始めようぜ。明智、何が分かったんだ。直接会う機会は少ないけど、紗英さんの段取りは見て取れる。多分20日に囚人学園と、あと君のいる桜家に強制捜査が入る。マジか。ということは11月20日が期限か。ただ向こうも相当な強行軍のはずだ。20日より前倒しにはならないと思う。信じるわ。今はパレスの攻略に集中しましょう。同感だ。それに早く行った方がいい。僕らみたいなのがここでこうしているの、なかなか不自然だからね。それじゃ。お、それ。え、僕のスマホがな。あ。欲しかった機種。いいな。ごめんなさい。実はその双葉はこの前まで。紗英さんから大体は聞いてる。そうだ、明智くん。私以外とも連絡先交換しておいた方が。まあ、そう。おお。じゃあ連絡先は私からみんなのを明智くんに送る。ああ、
じゃあよろしく。全力を尽くそう。性格のいいイケメンなんてチートだな。褒めているはずだ。じゃあ始めようか。誠の姉貴が裁判所を何だと思ってっかだな。勝たなければいけない勝負の場ってよく言ってる。勝負か、さえさ。そんな調子で裁判にかけられちゃたまらないがな。だが勝負というと試合だな。格闘技のリングか。該当しません。なら競技場？闘技場かしら。該当しません。戦いやスポーツ以外にも勝負事はある。ギャンブルだ。競馬場とか、あとパチンコはギャンブルなんだっけ。修学旅行の時トランプしたぜ。該当しません。他何かある？カジノよ、きっと。候補が見つかりました。さすが紗英さんの妹だね。じゃあいよいよ行くぜ。ナビゲーションを開始します。あそこを右だ。見つかるなよ。あの奥のか、一体どういうこと？裁判所があれってことだよね。みたいね。急ごう。うん。裁判所がカジノ。他は普通の街並みなんだな。あれは警察署だね。警察署と裁判所って隣同士なんだ。服装が変わらないということはまだ警戒も敵視もされてないということか。
まあな。パレスの裁判所以外は警戒の対象外ということだろうぜ。いや、我が輩はあえてこの姿なの。特別だからな。第一、猫のまんまじゃ困るだろう。隣の警察署も仕事場には違いないんだけどね。事件の犯人を捕まえたら出入りするし、出向中のお姉ちゃんに荷物やお弁当を届けに行ったことあるよ。警察は用なしだろ。異世界つっても警察には入りたくねえよ。そういえば彼にもコードネームが必要だね。コードネーム？怪盗が本名もろ出しとかダメだろ。カッコつかねえし。ちなみにみんなのは？スカル。フォックスだ。だいたい見た目で決めてるよね。何ハル？ううん、なんでも。なら僕はカラスってとこかな。真っ黒とか？むしろ逆さ。バレないためのコードネームならそっちの方がいいだろ。カラス、一人だけ和風だな。なら英語でクローだね。よし、今からお前はクローだ。了解した。じゃあお目当ての裁判所に行こうぜ。いいか、
さあ、行きましょう。Thank you.
ルカ、開けよう。いいかい？じゃあ始めようか。大丈夫、僕に任せて。イコロセ、ロビンフット全然せよ。イコロセ、ロビンフット笑ってもらう使うぜ。目覚めの一発！ケチロ！ハム！穴をしたぞ。さあ、もう始めんぞ！ボコボコにしちゃう！一丁狩りってな！
うね。よーし。なるほど。うん。それにすんのやめんのか。
壊すんじゃねえぞ。それにいたずらに使うんじゃねえぞ。そうか、よし、どれにすんだ。あ、どうだ。そう、壊すんじゃねえぞ。気に入ったか。それにどうだ。それにすんのか。じっくり見ろ。あ、どうだ。それにすんのか。やめんのか。あ、気に入ったか。ああ、なんか企んでやがるな。それにすんのか。ちっ、じっくり見ろ。あ、どうだ。それにすん、気に入ったか。そうか、まあいいだろう。ありがたく思え。新しく入荷したモデルが、まあいいだろう。ありがたく思え。まあいいだろう。ありがたく思え。まあいいだろう。また来い。よく聞け。そうなの？うん。よし、じゃあ行くぞ。仕事を始めるぞ。行くぞ、ジョーカ
暴いて。こっちが有利だ。僕の恐ろしさを味わえ。せい。切り替えて次だ。うん、現実ね。敵の殺すのジョーカー。どうだ、敵を撃破。さすが。大勝利、敵を全滅させたか。オッケー、先を急ごう。さて、あれ、楽勝すぎた。正体を見せろ。任せたよ。ああ、しなけるぜ。奪え。ガッサガンね。来いんだよ。ああ、しなけるぜ。くらいな。使うぜ。敵が完全に見せてやる。近接攻撃が有効だけど、完全の電線には気をつけて。僕の恐ろしさを味わえ。そういう知恵はあるのか。スレンカさん、うるさいんだよ。くらえ。もう敵全滅。さすがジョーカー。敵は2体だ。しっかりやれよ。主に変わって。大変ですけど。ジョーカー。嘘。返事をして。
また新たな仮面を増やしたな、ジョーカー。さて、また新たな仮面を増やしたな、ジョーカー。よし、敵は2体だ。僕の恐ろしさを味わえ。僕の攻撃を避けろ。敵の動きをよく見ろ。僕も主に変わってそうか、大丈夫か。これじゃない。まだやれる。くらえ。ジョーカーかっこいい。やってやる。よし、みんな無事。認知の影響が少ない。その辺セーフルームない？ところにセーフ。やるか。
暴いてやるんです。やめてくれます。チャンスだ。こっち見ろ。弱点がわからん。彼の違いを見せてやる。これ色々試すしかないな。誰か任せたよ。テルサ、いただいていく。早く帰らせてくれます。グランキー、うっし、お疲れ。オッケー、先を急ごう。さて、余裕すぎ、歯ごたえない。次だ。ジョーカー、高い。
いてやる。殺せ、ロリーフット。敵ダウン、いいぞクロー。格の違いを見せてやる。敵ダウン、この瞬間を待っていた。これで敵は総崩れ。それが敗北の味だ。余裕だな。顔に書いてあるぞ。シャドウを発見したぜ。どうする、ジョーカー。後ろ向いた時がチャンスだぜ。正体を見せろ。ジョーカー、出してくれよ。ジョーカー、消えたようなものだ。違うと思う。ロビンフッド。敵ダウン、いいぞクロー。ペルソナ、イコロセ、ロビンフッド。敵ダウン、いいぞクロー。頼んだ。まだ終わらないぞ。ペルソナ、踊れ、テイクアウト。敵ダウン、動く。相変わらずすげえ力だな、ジョーカー。さて、感じるぞ。この雰囲気、セーフルームがある気がする。よしよし、ここも安全そうだな。これで良いのか。か
可もなく不可もなくといったところですか。可もなく不可もなくといったところですか。可もなく不可もなくといったところですか。これでよいのか。不可もなくといったところですか。可もなく不可もなくといったところですか。すぐ技能を選びなさい。これでよいのか。これでよいのか。引き継ぐ技能を選びなさい。
可もなく不可もなくといったところですか。継承するスキルを選ぶのだ、囚人。いくらかは力を授かった。なるほど。よし。これで良いのか。継承するスキルを選ぶのだ、囚人。かなりの力を授かって生まれ変わるといい。よし。もう終わりか。時間です、囚人。さて、こっからどうするんだ。やるか。